はい、どうも。今回はビリッジヴァンガードの1万円福袋、買ってきました。今更ですけど、もう3月に過ぎたんですけど、元取れるほどあるのかどうかみたいなと、まあ福袋あんまり買わない人なんで、たまにはいいかなって。では早速ちょっと中を見ていきたいと思います。適当に、はい、いきなりこんな感じ。おお、これはマーベルレジェンズ X メンのあれですね、デッドプール、これがいきなり入ってました。これはちょっと普通に意外と思ってたよりいいかも。まあ、あんまりフィギュアとか買わないんですけど、ちょっと面白いかなみたいな。ね、お、なんかリュックが入ってる。ああ、でもなんかセンス悪い。なんか目ん玉だらけ。目ん玉だらけのリュックサックが入ってる。これなんか何ぼぐらいだろう。2,000円ぐらい。2,000円ぐらいかな。値札取ってますね。これ。うわあ、怪しい。怪しいわこれ。なんか在庫処分な感じがする。なんだこりゃ、カレンダー、いや違うか。なんだろうこれ、なんだこれ、なんか挟むやつ。わかんない、使い方がよくわかんない。ちょっとわかんないです。正直わかんないです。何に使うのかちょっと不明。わかる人教えてください。なんだこりゃ。お、何気にちょっと嬉しい、靴下が入ってる、いっぱい。おお、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10足入ってます。10足靴下が。あ、しかもサイズ的にバッチシさ。おお、25センチ27センチ、なんで普通に使います。あ、これは嬉しい。で、おお、でかっ。これは、これは他の動画でも見たぞ。球体迷路ゲームですね。転がして、これなんかサンドダウン見ましたね。あ、こんなん、これが入ってるって。そっか、まあこれらは値段知れてるっしょね。そしてこれ、これ見たぞ。なんか他の動画でも見たぞ。はい、スイートクラウド、これあれですね、あの画面を玉を綿菓子にできる、綿飴にできるって、作れるっていう。これは意外といいかも。まあ、そんなに使うかどうかはちょっと疑問ですけど、割と、面白いかもしれない。はい、なんかもう、まだ入ってるぞ。なんだこれ、ふんりり。あー、アロマディフューザーってやつですね。あのアロマの香りが、でけえ箱、箱でけえ、はいはい。でけえ。これで上からアロマの香りがって感じですね、多分。
これでもアロマ入れなかったら意味ないんじゃないですか。とりあえず、いいかもしれないけど、いらないかもしれないですね。ちょっと微妙にいらないかもしれない。なんだこれは。必ずしもその人のあれに合うとは限らないっていう。どうなんだろう。多分これはベッドなのに、なんていうの、はい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 、アロマのセットみたいなのがいるじゃないですか。こうベッドで、ベッド最初ついてるとか、海水方向、なんかアロマオイルみたいなの入れて使うみたいです。なんかよくわかんない、使い方がよくわかんない。容器がでもすげえ豪華。あ、すんごいすごい。あの置物としては最高かもしれない。ただ割とアロマのオイルとか買ってこないといけないみたいなんで、割とうーんって感じですね。はい、はい、ということでこんな感じでした。はい、割となんかいいなって思ったらいい、っていうのもあってですね。当たり外れあるかもしれないですね、人によって。人によって当たり外れがあるかもしれない。ということでね、はい、1万円分の、ビレッパンの福袋開けていきました。ただなんかこんなんもある。ただいらねえ、 お宝発掘セールかなんか。どうなんだろうな。あと一応あのプレゼンキャンペーンみたいな入ってますね、旅行とか。まあなあ、こういうのってまずなかなか当たらないからな、なんとも言えないですね。なんか福袋、なんとも言えないですね。3月だ、3月。はい、ということでいかがだったでしょうか。靴下とかリュックはまだいいかな。あとこれどうなんだろう、わかんない。まあ微妙っちゃ微妙かもしれないですね。でもまあ当たりっちゃ当たりかもしれないです。なんとも言えないですね。まあということで、はい、いかがだったでしょうか。よかったってことはグッドボタン、コメントもお願いします。ということで、ハルキューでした。